ですみません、俺、じゃあ昨日ちょっとお休みいただいて、あのちょっと出かけてきたんですけど、えー、旅先でちょっとお土産買ってきました、はい、はい、えー、とそんな不安な顔しないでください、増田さん、<laughs> そのあのあ見,せ見せて、見せて、いいですよ、はいえっと飲むフル、えー飲む冷麺です。 で麺は入ってないですよね、これ。麺は入ってないです、えっと。麺、卵などの具材は入ってません。<laughs> で、これ、すっきり旨辛って書いてあるから、多分、多分辛いスープの冷たい版が入ってる。いやー、どうなんですかわかんないけども、ちゃんと伊藤園っていう、あの、お茶のメーカーね、有名なお茶のメーカーが出してるものなんで、えっ、ー、と、はい、これ、秩父の方の自販機で、あの、伊藤園の自販機があったんだけど、下一列これだった。超押してる。<laughs> で、えっ、ー、と、今からこれを町田さんが一気に飲むと思ったんだけど、 あのみんなにも、せっかくだから飲ましてあげたいと喜べよ今紙コップあるんで大丈夫だ、拒否券あるよ拒否権あるよ、あ冷麺やります、やりりますわかんない、俺も味わからない辛いとかはないと思う冷麺ってわかるあのほら、焼肉屋さんとかのなあるで振ります振ってください、はい、お願いしますちボコボコへんでるんですけど、これ竹馬があ、わかんない、竹馬かもしれないですはい、お願いしますあの、匂いを、匂いはどうですか ってるラーメンっぽい昔おでん缶とかあったよねおでん缶とかそういう <laughs> あのはい伊藤園さんの多分自信作だと思うのでやべ、はい、ああ一人少ない <laughs> じゃあみんなであのあお手にお取りくださいあのうんあの乾杯で飲んでいただければはいどうぞ <laughs> 何ビビってんだよ均等均等とか言ってるじゃあはい、はい じゃあ、ええー、伊藤園、あんまり飲む。いね、飲む。はい、えっ、ー、と、はい、今一押しのドリンク。はい、どうぞ、お召し上がりください。いまはい。感想は、はい。ちょっと辛いです。辛い、辛い。何に似てる。やばい。<laughs> か、まあ、かなんか普通に冷麺のスープだ本当にそうだよね本当に冷麺のスープだけだよねうん、うん、とりあえずあのまずくもないし別に美味しくもないんですけどそんなに一列並べるほどのもんじゃないでもさあちょっと挑戦的だよねこれこれちょっと作るとすごくない、うん、人気出るかないや,いやでも見たことないからさこんなにいっぱい出んな。 うん。<laughs> いや、これもわかんない。ちょっとわかんないんで、全国的に出てるものなのか、<laughs> あの、埼玉県のここでちょっと実験的にやってるのかわかんないけど、<laughs> はい、俺らは少なくとも初めて見ました。俺も初めて見ました。これうんはい。<laughs> うん、そうだ、逆にね、<laughs> 本当だよ。えっと、1歳未満の乳児には与えないでください。ああ、そうなんだ。わ <laughs> かりました。うん、じゃあ、えっ、ー、と、リピーはあまりない感じかな。 自分であどう、どう、夏の暑い日とかにこれ、自分で買ういや、絶対に。わ<対> <laughs> かりました。はいということで、ちょっと不思議な、あのはいえー、飲む冷麺自販機でした。はい、いありがとうございます <laughs>